倫理研究所 USA がお届けするおはようロサンゼルス。倫理研究所とは現在日本、アメリカ、ブラジルなど個人会員およそ20万人、法人会員としてはおよそ6万社の企業がメンバーとなっている一般社団法人、民間の社会教育団体です。今回は倫理研究所が発行する職場の教養から、時は金なりというお話をご紹介します。1日は24時間です。秒数に換算すると86,400秒になります。アメリカ在住の某氏は、人は誰しも天から毎日あなたの口座へ86,400ドル振り込まれている、どのように使おうと自由だが期限は1日だ、また翌日になると同額が振り込まれると言います。氏は時間をお金に例えています。時間は誰もが共通に与えられている貴重な資源です。つまりその人の自覚次第で有効にも無駄にもなるのです。そこで限られた時間資源を有効に活用するためには、必要のない時間を知ることも大切です。例えばそれが人生の価値を高めることなのか、自身の健康と幸せを増すことなのか、今やらなければいけないことなのかを選別することも時間の活用につながります。時間を自分の味方につけて、目標を持ち、計画を立てて、人の2倍も3倍も良い仕事をしていきましょう。毎回この番組でご紹介しております倫理研究所発行職場の教養。この雑誌は会員企業の皆さんがそれぞれの会社の朝礼でご使用になっていらっしゃるそうです。うちの会社でも使いたい、もしくは読んでみたい、興味があると思われた方、ぜひ TJS ラジオまでお問い合わせください。毎月5名の方に職場の教養をプレゼントいたします。宛先は info@tjsla.com、 ファックスの方は310-782-6948、こちらでお待ちいたしております。また倫理研究所へのお問い合わせは310-518-0417までお願いします。今日の心がけ、時間を有効に使いましょう。